台北市立山寺にある、片蔵家宅は、中国語館末期の薬学、新旧に、非凡な才能を持つ、伝説的な絵師。字は、元か。意味名は不明。本願は、予習敗国、県。花田ともかく、高き遺徳を積みつつも権力に屈することを拒んだ、ことから、非業の死を遂げたとされる。助手で学問を志し、特に、継承を学んだ。 神経により、公連に、推挙されたり、公園に招兵されたりしたが、出資しなかった。妖精の術に通行しており、当時の人々は、彼の年がもう100歳になるはずだとしたが、見たところは若々しかった。また、カダは、医術や薬の処方に詳しく、麻酔を最初に発明したとされており、アサニエさんと呼ばれる、麻酔薬を使って、腹部切開手術を行ったという。 そのため、民衆から、カミーと呼ばれた。また、トソや、ゴキンギと呼ばれる体操による健康法の発明者とも言われている。その評判を聞いた、曹操の転移となり、持病であった頭痛やめまいの治療に当たっていた。しかし、カダは、自分が、死大部として待遇されず、医者としてしか見られていないことを残念に思っていた。これは、 当時の医者の社会的地位が低かったためである。そこで、卑怯の年月募って、衣装を取りに行くと言って故郷に戻り、その後は、妻の病気を理由に二度と曹操の下に戻ってこようと、しなかった。曹操は調べた結果、妻の病気が、偽りと判明したので、これに怒って、肩を投獄し、純育の命乞いも効かず、拷問の末に殺してしまった。 カダは死ぬ直前に、持っていた一冊の医療書を老番に与えようとしたが、罰を恐れた老番が断ると、自らの手で焼き捨ててしまった。曹操は、名医で頭痛を治せる、唯一の人物であったカダを殺してしまったこと、またそのことにより、諸しながらその再起間髪な面を愛していた。 早う起を治療することができず溶接させてしまったことを、後々まで後悔したと言われている。三国史家田殿や五感書法術伝には、彼の行った数々の治療や、診断の例が記録されている。歌川国吉が、通俗三国史の内花たこ突き下げ寒や良事図、小説、三国志演技では、第15回から登場する。 東重ねの提案と御本の中立ちにより孫作のもとに現れ、戦場にて孫権を救い出すため重傷を負った、周康氏を治療したり、残殺した、虚密具の触覚に襲われた孫作を治療したりしている。また第75回では、僧人との戦闘で、毒矢の傷を受けた関羽を治療するため、慶州に自らの意思で出向き、右腕の肘の骨を削って、 鶏カブトの毒を除いている。この時、カンウは治療中には腕を柱に固定した方が良いとの、カダの提案を断り、酒を飲みながら、平然と馬量を相手にゴを打っていたと描写されている。カダは、カンウの強靭さに大いに驚き、カンウも、また黄金百両の礼を申し出たが、カダは、私がここに来たのは、 将軍の仁義をしたってのことと告げ、それを断り去っていった。生死の関羽伝にも同様の逸話があるものの、治療した医者がカダとは書かれていない。また実際の年代から言うと、この事件はすでにカダが没した後の懸案24年にあたる。その後の第78回で、神木を切った後に頭痛に苦しむようになった曹操に召し出される。カダは病根が、 脳中にあるため、薬の治療は効かないと診断し、まず朝半湯を飲み、その後に斧を持って、脳を切り開き、風よだれを取り出して、根を覗きますと治療法を告げる。このため曹操がカダに対し、お前はわしを殺す気かと怒るが、カダはカヌーが、肘の骨を削られても動じなかったことを引き合いに出す。しかし曹操は、脳を切り開く治療法など聞いたことがない。 お前は、関羽と親しかったな。治療を口実に、関羽の仇打ちをしに来たかとさらに怒り、肩を投獄して、拷問にかけた末に殺してしまう。この時、純育がすでに死んでいたため、命乞いした人物は核に変えられている。カダは遺書である、青のお章を残し、毎日、肩の世話をしていたくれという姓の極利に、死の直前に渡している。しかし、極利の妻は、 たとえ、肩のように医術を極めても、結局は獄死するのでは何もならないと言い,い、夫の身を案じて焼き捨ててしまう。わずかに焼け残った箇所は、鳥や豚の虚勢術などというありさまになっている。あなたの手術については、三国史と五感書に記載がある。彼は腹部を開いて、肝部を切除し、腹部を洗浄し、石灰部を縫合し、薬草の軟膏を塗って、 傷口の治癒を促した。また、アサニエさんと呼ばれる粉末の麻酔薬を考案し、手術の前に、ドウ酒と共に投与して、患者の意識を失わせたとある。その処方の詳細は、現代に残っていないが、朝鮮朝顔はコニットネ、シャクナゲジャスミンネを含んでいたと考えられる。著書は多かったが残っていない。中国では近代までにおいて、手術は、 儒教の教えに反するとされたため、西洋の意師により考えが導入されるまで行われなかった。ありがとうございます。